ハレルヤ、主の皆を賛美いたします。ハレルヤ、主님의이름을찬양합니다。今日も御言葉の時間がやってまいりました。오늘도말씀시간이허락되었습니다。今日も御言葉を通して主の勝利が皆様に与えられることを願っております。오늘도말씀을통해서주님의승리가여러분위에허락되기를기도합니다。早速今日の聖書を読みましょう。오늘말씀을읽어보겠습니다。出エジプト記の25章1節から8節までです。出エジプト記25章1절에서8절말씀입니다。主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けてよい奉納物は次のものである。金銀青銅青色紫色黄色のより糸、天布ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシアの材、灯油注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめのような宝石。彼らが私のために聖女を作るなら、私は彼らの中に住む。アメン。여호와께서모세에게일러가라사대이스라엘자손에게명하여내게예물을가져오라하고물을즐거운마음으로내는자에게서내게드리는것을너희는받을지니라내가그들에게서받을예물은이러하니은과금과은과녹과청색자세홍색실과가는배실과염소털과 붉은물들인수양의가죽과해달의가죽과조각목과등유와간유와간유에드는향품과분향할향을만들향품과호마노며애복과후피에물릴보석입니다내가그들중에거할성소를그들을시켜나를위하여짓되아멘。はい、今日は幕屋を立て上げる目的というタイトルでお話をしていきます。今日は성소를세우는그목적에대해서말씀을드리겠습니다。今週から再び出エジプト記の御言葉に戻ります。이번주부터다시금출애굽기로돌아왔습니다。来月まで、しばらくの間また出エジプト記の御言葉が続きます。다음달까지계속해서출애굽기이말씀을함께이어나가겠습니다。今日は出エジプト記25章からとなっております。오늘말씀은출애굽기25장에서말씀입니다。で、出エジプト記のこの初めのメッセージの時にですね、출애굽기의이첫번째처음부분의그말씀에서出エジプト記はこの大きく3つの場面に分けることができるとお話をしました。출애굽기는크게세가지로나눌수있다라는말씀을드렸습니다。一つ目は、첫번째는이스라엘의民が出エジプトをする場面でありますね。첫번째는이스라엘백성들이출애굽하는그장면입니다。二つ目は、두번째는出エジプトをしたイスラエルに律法が与えられたという場面であります。그리고출애굽했던이스라엘백성에게율법이허락되었다라는것입니다。三つ目が幕屋を作成する場面であります。그리고세번째가그성소성막을작성하는그모습입니다。一つ目は、첫번째는一章から十九章までです。일장에서십구장까지입니다。二つ目は、두번째는二十章から二十四章までです。20장에서24장까지입니다。そして今日からこの三つ目のところに入るんですけど、그리고오늘부터세번째부분으로들어갑니다。二十五章から四十章までということですね。25장부터40장까지입니다。内容は、내용은幕屋と幕屋で使用する用具の作成に関してということです。성막과성소와성소안에서사용하는그도구들에대한이야기입니다。まず今日初めに考えたいことは、먼저오늘우리가함께생각해보고싶은것은出エジプトしたイスラエルに対して출애굽했던이스라엘백성들을향해서その後神様は律法を与えてまた幕屋を作ることを命じたということなんです。그들에게율법을주시고그리고성막을짓도록허락하셨다는것입니다。つまり出エジプトしたイスラエルには바로출애굽했던이스라엘백성에게는律法が必要であり율법이필요하며またこの幕屋が必要であるということを教えているんですね。성막이필요하다라는것을가르쳐주십니다。出エジプトをしたとは何を教えているかというと출애굽했다라는것을무엇을가르쳐줍니까それはエジプトから脱出することによって출애굽애굽에서나오는것을의미합니다。罪の力からの救い죄에서의그구원悪の力からの
解放を教えているということです。私たちがイエス・キリストを信じたということはそういうことなんです。イエス様を信じた人々の人生は全く新しい人生を生きることになるということです。つまり罪の力からの救いであって悪の力からの解放であります。イエス・キリストを信じる以前においては罪の力に捕らえられていました。悪の力に支配されているという状況にありました。私たちはこの罪と悪につながれた状態にあったということです。죄와그악에서정말우리가묶여져있는상태였다는것입니다。出エジプトする以前、출애굽했던그이전、이스라엘의民は、이스라엘백성들은エジプト地で奴隷という立場に生きていたということです。エグベ에서노예로그런모습으로살았습니다。エジプトの支配下に置かれていました。エグベ지배아래에있었습니다。自分たちからエジプトから脱出をしたいと願っても、エジプトの国がそれを許さなければ、彼らの意思だけではどうすることもできないという状況だったんです。同じように私たちも以前は罪と悪の力に支配されていたんです。罪の奴隷として生きていたということです。しかしイエス・キリストを信じることによって、そこから救われたんです。解放が与えられました。新しい人生を生きることになりました。これ以上罪の支配の中で生きるものではなくて、義に支配されて生きるものと変えられました。死から命へ移されて、사망에서생명으로옮겨졌고罪から義へと移されて죄에서의로옮겨졌습니다。裁きの中から救いを得たということです。심판에서구원을얻었습니다。イエス様を信じる信仰が、イエス・キリストを믿는믿음이それを可能としてくれたんです。그것을가능케했다는것입니다。しかし同時に、하지만동시에出エジプトしたイスラエルには律法が与えられ、また幕屋の作成が命じられるんです。출애굽했던그이스라엘백성에게율법이허락되었고성막을짓도록명하셨습니다。つまり出エジプトしたイスラエルには、바로출애굽했던이스라엘백성에게는その後律法が必要である、그후에율법이필요하고また幕屋が必要だということを教えているんです。성막이필요함을가르쳐주고있습니다。それは何を意味することでしょうか。그것은무엇을의미합니까。律法とは율법이라生き方が変わらなければならないことを教えています。삶의모습이바뀌어야된다는것을가르쳐줍니다。また幕屋とは神様への礼拝が必要であることを教えている内容です。하나님과의그예배가필요하다는그내용입니다。イエス様を信じて新しい人生を生きることになった私たちは、예수그리스도를믿고새로운삶을살게된우리들은それにふさわしい生き方へと変えられていかなければならないということです。그모습에합당한삶으로변화되어야되는것입니다。その基準となるのが律法です。바로그기준이되는것이율법입니다。すなわち御言葉です。바로말씀입니다。私たちが自分の心の赴くままに生きることではなくて、우리가우리의생각대로우리의마음대로살아가는것이아니라神様の御言葉に従って生きるものと変えられていくということです。하나님의말씀에순종해살아가는사람으로변화되는것입니다。またもう一つが幕屋であります。그리고또한가지성막입니다。幕屋とは성막이란神様への礼拝を教えている内容です。하나님의향한예배를가르쳐주는내용입니다。イエス様を信じて救いを受けたならば、예수님을믿고구원을받았다면そのうち私たちには幕屋が必要だというんです。그위에우리들은성막생활이필요하다는것입니다。私たちの人生の中に우리들의인생가운데幕屋が立て上げられることが必要であるということです。성막이세워지는그필요가있다는것입니다。すなわち礼拝が立て上げられて生きていくということです。바로예배가세워져서살아가는것입니다。今日まず知るべき重要なことは、오늘먼저우리가알아야될중요한것은イエス様を信じたらもうそれで終わりではないということです。예수그리스도를믿고그것으로끝나는것이아니라는것입니다。イエス様を信じて生きること、예수님을믿고살아가는것、それは그것은新しい人生の始まりなんです。새로운인생의시작인것입니다。完成ではありません。완성이아닙니다。始まりです。시작입니다。ゴールではありません。고린이아닙니다。
スタートなんです。スタートに神様の御言葉と一つとなって生きていくための始まりであります。また礼拝者として生きていくためのスタートであります。私たちがこの地上で生きる限りにおいて、これからずっとこのことを追い求めていくということです。天国に凱旋するその時に至るまで、天国に들어가는그날까지ずっと追い求めるべき内容である。계속해서구해야되는그내용입니다。イエス様を信じて生きる人とは、예수님을믿고살아가는사람은神様の御言葉が必要な人です。하나님의말씀이필요한사람입니다。また礼拝が必要な人です。그리고예배가필요한사람들입니다。どうでしょうか。어떻습니까。私たちの人生の中に御言葉が溢れているでしょうか。우리들의인생속에말씀이넘쳐나고있습니까。御言葉を読む時間あるでしょうか。말씀을읽는시간이있습니까。御言葉を黙想する時間ありますか。말씀을묵상하는시간이있습니까。与えられた御言葉によって生きるということを追い求めているでしょうか。허락된그말씀으로살아가기를바라고있는것입니까。また礼拝が捧げられているでしょうか。그리고예배가드려지고있는것입니까。日曜日のこの時間だけ礼拝をすれば良いということではありません。주일이시간만예배를드린다그것은충분하다라는것이아닙니다。礼拝とは예배라朝も昼も夜も아침점심저녁決して消えない灯火のようにずっと捧げられているべきものであるということです。꺼지지않는그불처럼계속해서타올려야되는모습입니다。主は素晴らしいお方です。주님은아름다우신분이십니다。主は良いお方です。주님은선하신분이십니다。主は昨日も今日も明日も今よりとこしえまで真実なお方です。주님은어제도오늘도내일도동일한변하지않는신실하신분이십니다。このことを私たちの唇からいつも告白しながら賛美することなんです。이것을우리가언제나입술로고백하고찬양하는것입니다。これからもクリスチャン生活に必要なことは、이제부터크리스천생활에필요한것은御言葉と礼拝であります。말씀과예배인것입니다。御言葉と礼拝のない信仰生活は、말씀과예배가없는믿음생활은力のないものとなります。능력이없는것이되어버립니다。それはまるでガソリンの入っていない車のようであります。그것은정말마치ガソリン이들어가지않는차같이차같은모습이되어버립니다。充電の切れた iPhone のようであります。충전이되지못한 iPhone 같습니다。ガソリンが入っていなければ、ガソリンに行っちゃうんだめ、いくら高級な車であっても動くことできません。아무리고급차라도움직이지않습니다。また充電が切れているならば、그리고충전되지않는다면、いくら性能が良いものでも何の役にも立たないということです。아무리성능이좋은 iPhone 이라할지라도아무덕이되지못합니다。御言葉と礼拝がないならば、말씀과예배가없다면、力のない信仰者となってしまうんです。능력이없는믿음의사람의모습이되어버립니다。神様の栄光が現れる信仰者とはなれません。하나님의영광이드러나는그런믿음의사람의모습이되지못합니다。私たちは今日もイエス様を信じる者として生きている理由、우리가오늘도예수그리스도를믿고살아가는그이유、目的、목적、それは神の栄光を表すためであります。하나님의영광을드러내기위함입니다。神の栄光が現れて生きる私たちを通して、하나님의영광이드러나는우리들한사람한사람을통해서、さらに神様を仰ぎ見る人々が起こされることです。더욱하나님을바라보는영혼들이일어나기위함입니다。そのようなこのように影響を与える信仰者として生きるためには、그렇게이세상에영향을끼치는믿음의사람의모습으로살아가기위해서는、御言葉と礼拝が必要だということです。말씀과예배가필요한것입니다。御言葉と礼拝が、말씀과예배가私たちの信仰生活に力を増し加えてくれるんです。우리들의믿음생활에더욱힘있게나아가게하는것입니다。これからも私たちを通して、이제부터도우리들을통해서神様の栄光がますますこの世に現れていきますように、하나님의영광이이세상에계속해서드러나게나타내기를바랍니다。神様の栄光が、하나님의영광이私たちを通してこの地を満たしますように、우리들을통해서이땅에충만해지기를바랍니다。そのために私たちの信仰生活の中に、그것을위해서우리들의믿음생활가운데、御言葉と共に生きること、말씀과함께살아가는것입니다。また礼拝を立て上げること、그리고예배를세워나아가는것입니다。このことがますます回復されていくようにと願っているのです。이부분이더욱회복되어서나아가기를바라는것입니다。今日からしばらくの間、오늘부터잠시동안私たちの教会は、우리교회는幕屋を立て上げることについて、이성막을세워나아가는데대해서、つまり礼拝者として生きることについて、바로예배자로살아가는것을위해서、皆さんで一緒に考えていきたいと願っているのです。여러분과함께나누며생각하며나아가길바랍니다。今日の聖書は、오늘말씀은出エジプト記20章です。出エジプト記25章です。25장입니다。
本当ならばこの25章全体を読んでメッセージを受けたいんですけど、あ、でもそれはもうあまりにも長くなってしまうですね。なのでこの初めの方の一部分だけを読んでメッセージを受け取ってまいりましょう。먼저이첫부분이부분을통해서우리가함께말씀나누겠습니다では中身に入っていきます。함께보겠습니다まず幕屋を建てるために、먼저성막을세우기위해이스라엘に命じられていたことがあります。이스라엘자손에게명하셨습니다建てる前に、그성막을세우기전에이스라엘に語られていたことです。이스라엘자손에게명하셨습니다それは奉納物を捧げるようにということでした。예물을드리도록하는것이었습니다。25章2節をもう一度見ればですね、25章2절을다시한번본다면、この幕屋を建てる材料として必要なものをこのイスラエルの人々が捧げなきゃならないということなんです。성막을짓기위해서필요한그재료들을이스라엘백성에게명하신것입니다。まず私が知るべきことは、먼저우리가알아야될것은、礼拝とは何かということです。예배란무엇인가라는것입니다。それはまず私たちが捧げることであるということなんです。먼저우리가드리는것이되는것입니다。私たちは礼拝とは受けることだって考えています。예배란받는것이다라고생각할수있습니다。しかしその前に、하지만그전에、まず私たちが捧げるということが求められているということです。먼저우리가드리는그것을요구합니다。何を捧げるんでしょうか。무엇을드립니까。すべてを捧げるんです。모든것을드립니다。私たちの持っているすべてを捧げるんです。우리들의모든것을드리는것입니다。心を尽くして、마음을다해서、力を尽くして、힘을다해서、精神を尽くして、생명을다해서、主なる神様に私たちのすべてを捧げていくことです。주대신우리하나님께우리의모든것을드리는것입니다。幕屋が建て上げるために必要なことは、성막이세워지기위해서필요한것은、まずイスラエルの人々が神様に奉納物を捧げなければならないということです。먼저하나님께이스라엘백성들이예물을드리는것입니다。彼らが捧げるところから礼拝が始まるということです。그들이드림으로예배가시작되는것입니다。私たちが礼拝を、私たちも礼拝が立て上げられるために必要なことは、우리또한우리의예배가세워지기위해서필요한것을、私たちがまず神様に捧げることです。우리가먼저하나님향해드리는것입니다。捧げ物を携えて礼拝の中に入っていくことです。예물을들고주님앞으로나아가는것입니다。具体的には賛美であり、感謝であり、喜びであります。また献金であり、奉仕であり、互いに使え合うことであります。またもう一つ2節に重要なことが書かれてあります。それは心から進んで捧げる人から受け取るということです。즐거운마음으로내는자에게서내는자에게서내는자에게서하나님께드리는것입니다。神様は、하나님은、捧げられているすべてを受け取られることではないということです。드리는모든것을받으시는것이아닙니다。神様が受け取られる条件が一つあるというんです。하나님께서 받는그조건이한가지있다는것입니다。それは心から進んで捧げているかどうかということです。즐거운마음으로내는자그것인것입니다。捧げるものは、捧げ物は、드리는그헌물形ではありません。모습이아닙니다。儀式ではありません。儀式도아닙니다。強制でも義務でもありません。그리고강요도아니고의무도아닙니다。捧げ物とは心であります。예물과헌물은마음인것입니다。私たちの心が、우리의마음이、具体的に捧げ物という形を通して現れるようになるということです。구체적인그헌물예물을통해서나타나는것입니다。心の伴っていない形だけの捧げ物を神様は受け取りません。그마음이없는예물헌물을하나님은받으시지않습니다。私たちは、우리들은日曜日だから礼拝を捧げることではないんです。주일이기때문에우리가예배를드리는것이아닙니다。神様に対する愛の心に動かされて、하나님을향한사랑의마음에움직여서私たちはこの世に集まって礼拝を捧げるということです。우리가이렇게모여서예배를드리는것입니다。また神様のしてくださったことに対する感謝に動かされて、그리고하나님께서행해주신그모든감사에응해서、そこの礼拝を捧げていくということです。예배를드리는것입니다。イエス様のなされた十字架の贖いに感動して、예수님께서행해주신이루어주신그십자가의사랑에감동하며、衝撃を受けて、충격을받으며、私たちは最高の心で礼拝を捧げていくということなんです。우리가최고의마음으로주님께드린다는것입니다。礼拝とは誰かに言われてすることではありません。예배는누군가의말을들어서드리는것이아닙니다。
決められているから捧げるものでもありません。礼拝とは日曜日に教会で行われる礼拝だけのことではありません。自ら進んで心から捧げるならば、どこでもいつでも礼拝になるということです。場所ではないのです。何曜日かではないのです。何時か時間でもないのです。私たちの心が捧げられるならば、自ら進んで捧げるならば、それがすなわち礼拝になるということです。必ずしも立派な礼拝堂である必要はありません。立派な礼拝堂だから、だからもっと神様の祝福が注がれるのではありません。神様がいつも注目するのは外側ではないのです。内側であるということです。つまり私たちの心であるということです。神様は私たちの心を受け取られるお方です。だから私たちは家でも礼拝をすることができるんです。公園でも礼拝を捧げることができるんです。月曜日でも火曜日でも礼拝を捧げることができるんです。日曜日のこの時間に決まった場所でこのように捧げる礼拝だけが礼拝ではないということです。しかし同時に神様は集まることを願っておられるお方です。礼拝とは単にワーシップだけを意味することではありません。そこには交わりがあるんです。生産があるんです。ゆえに私たちが決められた時間に、決められた場所に集まって、そこで礼拝を捧げるということは神様の御心であります。次に進みましょう。3節から見れば、奉納物として受けて良いもののリストが記録されてありますね。すなわちこれらのものによって幕屋が作られるということなんですね。重要なことは、何でも良いから捧げるのではないということです。決められた範囲があるのです。それに沿って捧げるということに意味があるということです。神様とは何でもいいから受け取られる、そういうお方ではないということです。私たちが礼拝を捧げるときに、それが神様に喜んでもらえているものなのか、神様が本当にこの礼拝受け取ってくれているものなのか、それについて考えることはとても重要なことであります。神様が受け取る礼拝があり、受け取らない礼拝があるということです。神様が喜ぶ捧げ物があって、喜ばない捧げ物があるということです。ではそれを分ける基準なんでしょうか。それは先ほどの内容と通じています。つまり私たちが自ら喜んで心から捧げているのかどうかということなんです。心を尽くして真実な心でこの礼拝が捧げられているのかということです。物ではなくて心を神様見ている、形ではなくて心を神様受け取られる、長い時間をするから受け取るんではなくて、本当に短い時間であってもそこに私たちの神様に対する愛が溢れているならば、感謝が溢れているならば、十字架に対する感動が溢れているならば、神様はその短い時間であってもその礼拝を受け取られるんです。
神様はアベルの捧げ物を受けました。アベルの헌물을받으셨습니다。しかしカインの捧げ物は受け取りませんでした。하지만カインの헌물을받지않으셨습니다。そのことを私たちは心に留めるべき内容であります。그것을우리는마음에새겨둬야될그런내용입니다。どれだけ大きくて아무리크고派手で화려目立って눈에띄고そういう奉仕をしたのかではありません。그런봉사를했는가아닙니다。この世的の観点で見るならば、本当に小さなことであっても、地味であっても、誰の目にも気づかれないことであっても、神様に向かう真実な心が伴う奉仕ならば、神様は その奉仕を喜んで受け取られるということです。献金も同じことです。この世の価値観では大きな金額がもっと喜ばれるように考えます。しかし神様が受け取るのは金額の大きさではないということです。金額が小さくても神様の真実な心が伴っている、そういう献金であるならば、神様それ喜んで受け取られるということです。賛美も同じです。あなたが歌が上手だから神様喜ぶのではありません。たとえ歌が苦手であっても、神様に向かう真実な心があるならば、そのように神様を思って歌っている、その賛美をしている、その姿を神様本当に愛おしく思われるということですよね。神様は技術を受け取られるお方ではありません。心、あなたの心を受け取られるお方です。心からの礼拝を捧げる皆様であるように祝福します。もう一ついきましょう。出エジプト記25章8節ですね。出エジプト記25章8節です。8節を見れば、8節、イスラエルが幕屋を建てる中心的な目的について語られています。イスラエル성막、성소를짓는주의중심적인이유가있습니다。中心的な目的です。中心적인목적입니다。これこそ幕屋を建てる目的です。이것이야말로이 성막을짓는그목적입니다。これこそ幕屋の核心であります。이것이야말로성막의확신인것입니다。すなわち神様が하나님께서彼らの中に住むために、그들중에거하기위해서입니다。住むということのために、거하는그목적을위해서입니다。神様の願い、하나님의바램、神様の御心、하나님의뜻、それはイスラエルと一緒に住むことなんです。이스라엘과함께거하는길을원한다는것입니다。イスラエルと一緒に生きることなんです。이스라엘과함께사는것입니다。神様はイスラエルから離れたくないということです。하나님께서이스라엘에게서뭐떠나지는뭐떠나기를싫어하십니다。いつでも、언제나、どんな時でも、어떤때도、神様の願いは、하나님의바람은、少しも変わらない。조금도변하지않습니다。イスラエルと一緒に住むことだということです。이스라엘과함께사는것입니다。同じように、私たちが礼拝者として生きる目的があります。우리가예배자로서살아가는그목적이있습니다。私たちの人生にこの礼拝を立て上げる理由があるということです。예배자로서우리의인생에이예배를세우기위한그목적이있는것입니다。それは神様があなたと一緒に住みたいと願っているからなんです。하나님께서당신과함께살기를거하기를바라신다는것입니다。あなたと一緒に生きることを願っているからなんです。당신과함께살기를바라시는것입니다。あなたから離れたくないということです。당신에게서멀어지기떠나기를싫어하십니다。いつでも、언제나、どんな時でも、어떤때도、神様の願いは、하나님의바람은、少しも変わらず、조금도변함없이、あなたと一緒に住むことだということなんです。당신과함께사는것이다라는것입니다。住むってどういうことでしょう。거한다、산다는것은무엇입니까。家族になるということです。가족이된다는것입니다。
どれだけ仲良くても隣の家のおじさんがうちで住むことはありません。それは特別な関係を意味することです。他のどんな関係とも区別された特別な関係にあるということです。幕屋について別の言葉で会見の天幕って言います。幕屋とは会見する場所であるというのです。会見できる場所だということです。つまり神様と会見する場所であります。会見とはミーティングとも言うことができます。神様とミーティングをする場所であります。すなわち神様は幕屋の中にご自身を置くということを良しとされたということです。本来神様というお方はどういうお方でしょうか。一つ聖書から確認しましょう。イザヤ書66章の一節です。主はこう仰せられる。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。여호와께서이같이말씀하시되하늘은나의보좌요땅은나의발등상이니너희가나를위하여무슨집을짓고나의안식할처소가어디랴ここを見れば여기를보면神様というお方は하나님이란분은天を王座としている。하늘을보좌로삼습니다。また地を足台とするということです。그리고땅을발등상으로삼으십니다。これは神様の高貴さ、神様の崇高さ、神様の尊厳さを表しています。神様という存在に比べうることのできる存在はないということです。まあ、私が住んでいるニュージャージーにおいても、この家のゲートから玄関に入るまでとても長い距離を歩かなきゃならないほど大きな家というものがあるわけです。현관에서그게이트에서현관까지나아가는길이너무나먼그런웅장한그런집이있습니다。そういう大きくて立派な家がもう立ち並んでいるという、まあ、そういうこの場所があるわけですね。그런집이정말계속이렇게나열되어있는그런장소가있습니다。そんな家を見ながら、그런집을보면서おそらくこのような家に住んでいる人々というのは분명이런집에사는사람들은もうこの世にあってはもう地位も高くて有名な人で、お金持ちで、名声も得ている、まあ、そういう人々が、そういう立派だと言われる人々が、まあ、住んでいるような家なんだろうなということですよね。そのような人々にふさわしい立派な家であると言えるんです。しかし神様という存在はそのような立派な家であってもふさわしくないと思えるほど高貴で崇高で尊厳に満ちたお方だということです。この世界にあるどんな建物であっても、神様にとってふさわしいと思える建物は存在しない。この世界にある富をすべて集めて建てられたものであったとしても、神様にとってふさわしいものとはならないということです。神様という方は天を御座に持っている方、地のすべてを足台とされるお方であります。そのようなお方が、偉大なお方がイスラエルが建てる幕屋の中にご自身を置くことを許されるということです。イスラエル백성이세우는그성막에자신을そしてその中でイスラエルと会見することを良しとされるということです。何を意味しているのでしょう。そこまで自分を低くしてでも
神様はイスラエルと一緒に住むということを願ったということです。イスラエルが함께거하기를바라셨다라는것입니다。そこまでするほど、그렇게까지할정도로神様はイスラエルを愛して、イスラエルを사랑하시고、イスラエルを喜ばし、イスラエルと一緒に生きることを願ったということです。イスラエルが함께살기를바라셨다는것입니다。同じように今の時代、神様はイエス・キリストを信じる人々が捧げる礼拝の中に、心から捧げられる礼拝の中に、自ら進んで捧げる礼拝の中に、神様ご自身を置くことを良しとされた。私たちが捧げる礼拝の中に、神様ご自身が住むことを願われたということです。私たちが捧げる礼拝の中に、この偉大で崇高で高貴な神様が生きて働かれるということです。私たちの小さな礼拝の中に、この足りない礼拝の中に、神様がご臨在されるということ。私たちが捧げる礼拝の中にこそ、神様と会見をすることができる、そういう場所であるということです。故に、礼拝は偉大なのです。私たちがまず進んで捧げるときに、そこで神様との会見が始まるということです。これが幕屋を建て上げる目的であります。礼拝の偉大さを知っているダビデは、イスラエルの中に24時間礼拝するシステムを作りました。このイスラエルの国の中で、礼拝が止まってしまうことがありませんように、そのシステムを作りました。最後に一つ聖書を読んで終わりましょう。詩編27編4節です。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。アーメン。내가여호와께청하였던한가지일곧그것을구하리니곧나로내생전에여호와의집에거하여여호와의아름다움을악망하며그전에서사모하게하실것이라。아멘。다윗의한つの願い、다윗의한가지바램、それは命の日の限り主の家に住むことだ。생명이다하는날까지그전에사는것이었다。그여호와의집에사는것이었습니다。막야에住むことだ。바로성막안에사는것입니다。막야에とどまること。성막에머무는것입니다。その意味は、命の日の限り礼拝者として生きていくことを、ただ私はそれだけを願うということです。자신의생전에단지주님의그여집에거하는것그것을한가지구했다구했다라는것입니다。主との会見の中で生きていくことを願うということです。주님과의그회견회의안에서사는것이다라는것입니다。これが私たちの真実な願いともなるようにということです。바로우리들의진실한예배가바람이되기를바랍니다。何よりも무엇보다神様が하나님께서いつまでもあなたと一緒に住むことを願っていることを忘れないでいただきたいのです。언제나당신과함께거하기를바라시는을기억하기바랍니다。今週も私たちの人生の中に、이번주도우리들의인생가운데幕屋が立て上げられる祝福があることを願っているのです。성막이세워지는그축복이허락되기를진심으로바랍니다。神様と会見する時間をたくさん持つ一週間になりますように、主の名で祝福します。하나님과회의하는그런많은시간들을가지시는한주가되시기를주님의이름으로축복합니다。お祈りいたしましょう。기도하겠습니다。하
レルヤ天皇と様、感謝いたします。ハレルヤ하나님아버지감사드립니다。今日も与えてくださる祝福の御言葉に感謝いたします。오늘도허락하신이축복의말씀에감사합니다。もう一度私たちが다시한번우리가礼拝の大切さについて学ぶことができて感謝いたします。예배의중요성에대해서배울수있었음을감사드립니다。今週も一週間、이번주한주도私たちの人生に우리들의인생에幕屋が立て上げられる祝福がありますように。성막이세워지는그축복이허락되길바랍니다。私たちと一緒に住みたいと願っておられる神様に感謝いたします。우리들과함께거하기를원하시는하나님이시기감사드립니다。私たちも우리들또한ダビデが告白したように다윗이고백했듯이あなたと一緒にいることがただ一つの願いになるように導いてください。당신과함께거하는것이나의한가지구함이될수있도록인도하여주옵소서。今週も一週間、이번주한주도礼拝、神様と出会う時間がたくさん与えられますように。주님과만나는많은시간이허락되기를기도합니다。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、감사합니다。感謝を持って、감사함으로、今日もあなたの御前にお捧げ物いたします。주님앞에헌물을드립니다。聖別して受けてください。구별하시고받으시옵소서。心から捧げられるその献金に、즐거운마음으로내어드리는그헌물에、あなたが喜んでそれを受けてくださいますように。주님께서기쁘게받으시옵소서。捧げる手を祝福してください。그리고그드리는손길을축복하여주옵소서。誰一人として누가하나経済的に苦しむことがありませんように助けてください。경제적으로힘들지않도록주님도와주옵소서。また今週も一週間、그리고이번주한주도健康が守られますように。건강이보호되기원합니다。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、감사합니다。栄光を主に捧げます。영광을주님께돌려드립니다。イエス様の名前でお祈りします。アメン。アメン。感謝いたします。감사드립니다。今日はこれで終わります。오늘은이것으로마치겠습니다。今週も礼拝で勝利です。이번주도예배를통해서승리가주어졌음을믿습니다。ハレルヤ。ハレルヤ。